ピロラプトル・パイアオラプトルは、フランスの白亜気候機の地層から知られる、ドロマイオサウルス科の恐竜の属の一つ、単一の標本で知られる。1992年に、南フランスプロバンス地方でわずかな骨が見つかっているだけである。2000年にピロラプトル・オリンピウス・パイアオラプトル・オリンピアスとして、新種記載された。学名は、山火事の後の現場で発見されたことにちなみ、 オリンポースさんの火の泥棒を意味する。模式標本は独特な足の爪、歯、腕、脊椎からなる。後期、カンパニアンから前期マーストリヒチアンの間の地質年代に生息していた。約7,060万年前である。人とのサイズ比較、ピロラプトルは小型の鳥に似た。 肉食重脚類であるドロマエオサウルス類に属する。こうし、第二子に湾曲した大きな鍵爪を持ち、その長さは6.5センチメートルに達した。他のドロマエオサウルス類のように、その鍵爪は武器としてまたは木登りの補助として使われた可能性がある。ドロマエオサウルス類として、ピロラプトルは鍵爪を備えたよく発達した前足を持っており、おそらく細長いよとともに、 体のバランスをとっていた。科学者たちは、ピロラプトルが、ミクロラプトルやシノルニトサウルスのような他の多くの、近縁の恐竜同様、羽毛に覆われていたと考えている。ありがとうございます。